ム配線のスロット、不審ソボスライ肉源。アルネスロットがドミニクソボスライについて、リバプールでプレイする攻撃的ミッドフィールダーとして、数字がもっと良くならなければならない。彼はハンガリー代表としてプレイしているように我々のためにプレイしてくれれば良いのだが、彼はハンガリーだと左サイドでプレイしており、そこではもっと自由があるんだよ。スロットがそれを公に言ってくれて本当に嬉しい。ソボスライはしばしばふざけていて、彼は楽しみすぎている。ソボスライがこれを聞いてくれるといいのですが、彼のボックス外からのシュートが必要です。もうすでにスロットの率直な正直さが一部の選手に悪影響を及ぼすんじゃないかと心配だ。このシーズンがうまく終わるように祈るしかないね。グアルディオラは生涯これを続けてきたが、一度も問題がなかった。スロットはペップじゃない。もし選手たちが監督からの建設的な批判を受け入れられないなら、リバプールでプレイするべきではない。強いメンタルが鍵だ。ソボスライがアドバイスを受け入れたなら、明日以降の試合で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるだろう。フラーフェンベルフが最高のコンディションなんだから、ソボ変えてアンカー遠藤でもうまくいきそう。433ならソボと遠藤変えてグラーフェンベルフ1列前が良くね。フラーフェンベルフが良すぎるので、今度はマクアリスターを1列上げてソボスライの代わりに遠藤を入れようみたいな言説が流行り出しそうな雰囲気。ソボスライというか中盤の控え問題、結構マジで深刻だな。カーキス、遠藤、モートン、ナイオミの中から3人選ばないといけない。あまりに率直すぎると、結局嫌いになってしまう。